畑、堤第一ダム。畑、堤第一ダム。畑、定第一ダム。木第一ダムは、静岡県静岡市青井区、一級河川、大井川水系大井川に建設されたダム。高さ125メートルの中空重力式、コンクリートダムで、この形式単体のダムとしては、包み高が、世界一である。中部電力の発電用ダムで、同社の用水式水力発電所、畑、 丁第一発電所の植池を形成。主体系、畑、丁第二ダムとの間で水を往来させ、最大8万6千キロワットの電力を発生する。ダム湖、人造湖の名は、畑苗湖という。1902年、明治35年より進められた大井川水系における電源開発事業は、大井川電力から日本発送電、そして戦後は中部電力と、 事業者の変遷がありながらも着々と進められていった。1927年、昭和2年の田代ダム、早川電力、現、東京電力完成以来、大ダムを伴う水力発電所が建設されるようになり、戦後は中部電力が海外技術顧問団の助言を得つつ、大規模な水力発電所の建設を進めていった。1951年、昭和26年、 中部電力は大井川鉄道井川線の付設と並行して事業を進め、1956年昭和31年に奥泉ダムを、1957年昭和32年には井川ダムを完成させた。同年、中部電力は井川ダム上流の畑低地点に大規模な水力発電所の建設計画に着手。中部電力としては、 初の試みとなる揚水発電を採用し、河川からの自然流入水も併用する混合用水。ダム建設地点は険しい峡谷であったことから、ダムの停滞内に発電所を内蔵することで、小スペース化と建設費縮減が図られている。ダムの下腹部、洪水波起動流部の傾斜が緩やかになっている部分に3台の水車発電機及び変電機器が収められており、 ダム直下運安の設備は開閉期及び送電設備である。1962年、昭和37年、畑、定第1ダムが完成。1961年、昭和36年には、下池・畑、定第2ダムも完成しており、畑、定第1発電所の運転が開始された。出力は完成当初13万7キロワットで、あったが、2016年、 平成28年4月付で1号機が廃止されたのに伴い、8万6キロワットへと減退している。静岡県道6 5号南アルプス公園線を、イカワダムより北上すると、畑、定第一ダムに到着する。大井川では畑、定第一、第二ダム、イカワダムと連続する3ダムが、同じ中空重力式を採用しており、こうした例は日本で、 唯一のものである。畑、定外一ダムは、南アルプスの荒川竹、赤石竹市、青竹などへの登山の起点ともなり、南アルプスへの玄関口の一つである。南アルプス登頂のための登山客や秋の紅葉、11月上旬から中旬にかけてが、頃を楽しむ観光客で、春や秋はにぎわう。畑、定外一ダムより、上流は、 南アルプス国立公園の区域内であり、マイカー規制が実施されている。このため、ダムより上流へと行くためには、基本的に徒歩となるが、二軒小屋などには、山小屋やロッジがあり、これを管理する特殊東海フォレストの送迎バスが畑、定大一ダムから二軒小屋までの間を、非一往復から三往復している。また、ダム下流には、南アルプス赤石温泉白川層があり、 ここを拠点とする登山客や観光客も多い。市街地から遠く離れた場所ではあるが、公共交通機関を用いて訪れることもできる。静岡鉄道グループの静鉄ジャストラインバスが、新静岡駅、JR 東海静岡駅より1日1往復から3往復、季節運している。また、大井川鉄道を利用する場合は、金谷駅から仙頭駅で、 伊川線に乗り換え、終点の伊川駅より、伊川畜次周運行バスで終点の白川場所畑、定第2ダム付近バス停までは行くことできる。第1ダムまで行く便はない。ダムまでの所要時間は、静岡市外から約3時間30分、伊川駅から約1時間であるが、本数が、極めて少ない。畑、定第1ダム完成によって誕生した畑蘭湖は、伊川ダムに次ぐ、 総貯水容量1億立方メートル級のダムであり、東海地方屈指の規模を誇る。畑、定大一ダムは発電用ダムであるが、発電用の水を利用して、下流の大井川用水をはじめとする用水路の水源ともなっている。これは1989年、平成元年以降、大井川の流境改善を目的に、河川二次放流が、大井川のすべてのダムに義務付けられ、 発電後に使用した後の水とともに、下流の上水道や、工業用水道、農業、灌漑用水に利用されている。こうした背景から、水不足によって、畑なぎ湖の水位が低下すると、取水制限が行われる場合がある。畑、定外一ダム完成以来、徐々に大差が進んでいる。大井川は、糸井川静岡構造線に沿って流れる河川であり、 原流域の山岳地帯は崩落が激しい。このため大量の土砂が大井川に流れ込み、上流部は常に白濁水となっている。この問題は未だ発電運用自体に影響を及ぼさない範囲内であるが、水位が著しく低下した際に備えた低水取水施設にいては大差による機能不全が見られることから、1998年、平成10年により、 畑たなぎこの春節を実施している。なお、大井川の白濁は奥泉ダム付近にまで及んでいるが、長島ダムや大井川ダムにおいて表面取水施設により上積みを下流に放流している。ことから大井川ダムより下流においては白濁が解消している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。